ジェン君おはようございます。おはよう。よいしょ。カーペットにこびりついたジェン君とポンちゃんの毛を今取りました。どうですか、掃除機慣れてきたね。少し挙動不審感ちょっとおどおどしてる。えい、はい、そう、あ、じゃあこっちおいで、ブラシするよ。ジャン君どこ行っちゃった。あらこんなとこいる。狭い方が好きですか。今綺麗に撮ったばっかりですが、またこうやって生産されていきます。完全に抜け切る前にね、こうやって撮りたいんですが、どのぐらいかな、2割ぐらいは多分空気中に舞っちゃうんだよね。バッチリね。ほら、こんなに取れた。よいしょ、あいや。
回作るのはこの3種類なんですが、こちらの、はい、今回の先生はですね、YouTube の中にいる先生を選びましたと選びました。ちょっと待ってね、名前を正確に言いましょうかね。はい、ムーグラフさん、ムーグラフさんでいいのかな、こちらの先生はですね、女性の、方のようです。そしてキャラクターのアニメーションなんかを、割と可愛いやつをね、扱っている方ですが、なかなかな厳しい先生というかですね、とてもこうスピーディーに物事がこうトントンと運ぶ方なので、かなり、ポーズポーズポーズで止めて、勉強をしていこうと思います。またこれも初歩かな、と思います。ジャン君が何かを書いています。ジャン君チェック。これはですね、ホームセンターでマオイママが思わず買ってしまったやつです。猫の形をした、これなんて言えばいいかな、猫鍋、猫鍋、ウォーターヒアシンス猫鍋って書いてあるよ。ウォーターヒアシンス480円です。入りましたとさ。入ったのかな、まあ一応1回目のチェックだね。ちょっとクンクンした感じだよね、そのうちね。はい、パンちゃん、はい、で、ここほら新しいものが入って、チェックよろしく。なんだ、一度離れて、ああカメラにスリスリして、そしてにゃーって甘えて、それから、ゴリゴリゴリって音がしてるよ、きっと。ポンちゃん、そうなんだ。避けて通るんかい。チェックはなし。